はい、おはようございます。ただいま整骨院に行ってまいりました。はい、3度目に着きました。今から国際会館の方の旅券事務所に行ってパスポートを更新していきたいと思います。スターバックスです。旅券事務所に行きます。さよなら。すごい、ちょっと大阪着きました。今から、旅館いいねの時短商品に向かいます。はい、ということで終わりました。作業が6時間ほど作業しました。今日はマーケティングの勉強と、あとは海外について調べておりました。海外どんな状態なのかっていうのと、あとは渡航ができる状態なのかっていうのをちょっと気になったので調べておりました。はい、ということで今からモクシーという24時間空いてるカフェに行きたいと思います。はい、おはようございます。遅く起きてしまいました。理由が一つ、もう本当に一つだけあって、昨日24時間カフェのモクシーというカフェにね、もうなんか4時ぐらいまでずっと書き物作業してまして、で帰ったら4時半、トレーニングしよっかなと思ったんですけども、そのまま寝ちゃって、で今に至ります。パソコンとゴミ袋を持って今から行きましょう。レッツゴー。今日はですね、午後4本ありまして、ロクエルジャパンっていう、まあ、ジーンズのギオンさんとロバートリーさんという方とお会いします。そして動画編集者の中井さんと4人でですね、地帯書店でお話ししていきます。がっつりと、もうベン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 に、もうベンベンベンに話していきますね。さあ、中川さんが背中のトレーニングやっております。急に取るやつ。調子どうですか最近？いや、元気ですよ。急に作るやん。1、8、9、はい、キープです。8、9、はい、体を上げましょう。そう、はい、8。いや、もうまただ。いや、もう今日は笑顔の人じゃなくて真剣に。お、じゃあちょっと真剣に富永さんがやりたいことを語っていただいてもいいですか？直近で。笑うとるやないか。笑うとるやないか。はい、ボンゴ君に突っ込まれます。残念でした。ただいまパーソナルトレーニングが終わりまして、今から大阪梅田に向かいます。今からロバートリーさんとギオンさんっていう方とですね、ミーティングしていきます。参りましょう。レッツゴー。なんか複雑ですね。バイバーイ。はい、ということで、ロバリーさんで、ロバリーさんと言われてます。え、どっちかっていうとロバリーさんの方がいいんですか？どっちの方がいいんですか？ロバリーさんの方がいいですね。ですよね。覚えられやすいんで、スマホしてることで、ジーンズなくて。ギオンさん、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、動画です。はい。キャラクターありすぎなんですよ。ドキドキする。確かにシティですよ、もうシティ。コーチか。あ、そうです。やば、やば。昨日の晩夜行で。マジですか？これのために昨日も帰っていく。さよなら。はい、中井さん、終わりましたね。ちょっと話します。ね、今日はですね、ギオンさんとロバリーさんとお会いしたんですが、はい、癖強かったでしょ。いやー、次元に来てました。そう、めっちゃあの二方めっちゃ好きなんで、やっぱバシって固まったやつなんか出しておもろいイベントやりたいなと思ってるんで、ちょっとまた皆さんこう動きたいということで、ではでは中井さん一言お願いします。僕これ編集するんですけど、すべてカットする。
最大の予定を持ったことになる。やばい、現行犯を取られてるじゃないですか。マウス忘れてた、マウス忘れてた。あ、ほんまや。何をしとるんですか。ちょうど今までですね、スターバックスで作業してたんですが、3時間ほど作業しておりました。しっかり朝活しましたよ、はい、がっつりとパーソナルがありまして、でオンラインパーソナルもあります。いや、ほんまに良かったです。今日はいいトレーニングができました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も最高の一日にしましょう。ではお疲れ様です。ありがとうございます。これからパーソナルが計4本あります。もうなんか最近感じるのは、もうほぼこれが普通になってきたんだなっていう風になってて、フリーランスでやってた頃はこんな1日4本とかなんかもう普通ではなかったんで、1日1本あればいい方みたいな、でなんかしんどいしんどいって言ってたんですけど、今となっては割ともう普通にこなせるようになってきて、今言ったみたいにこなすっていう感じになってしまうとダメだなって思うんで、まあ、最近はより自分も楽しめるようにトレーニングを指導していきたいなと思ってます。まあ逆にこれ言っていいかなっていうふうに思うんですけど、僕のパーソナルトレーニングって本当にまあ普通なんですよ。意外とめっちゃ王道みたいなとこになってきて、ちょっと味があるとしたら、まあ自重のトレーニングで少し他と違うようなことちょっとだけしたりとか、あとはまあバリエーションをちょっと増やしたりとかあるんですけど、結構普通かつ王道のトレーニングをまあ提供してて、まあただ何がちょっと違うんかなっていう風に最近感じたのは、やっぱ話すが好きなんですよね。パーソナルトレーニングって意外としっかりと追い込んで、まあトレーニングに関して、まあ、知識を、まあ、蓄えたりとか、それはもちろんのことなんですけど、意外とパーソナルトレーナーの人と、まあ、クライアントさんってあんまり喋らないなっていう風になってて、まあ、黙々とトレーニングするみたいなのが、まあ、最近はそんなことはなくなってきたんですけども、昔はちょっとあったのかなっていう風に思ったんで、だから僕はその時にもしトレーニングやるんやったら自分はどういうのが楽しいかなと思った時に、トレーニングしてる時もこうみんなで、まあ、2人で笑い合えるっていう風な、まあ、笑うのもそうですし、雑談しながらしっかりとトレーニングはできているっていう状態を、まあ、その1時間の中でできたらなと思ってたんで、コミュニケーションっていうところをすごい大切にしてて、それってトレーニングだけではないなっていう風に思うんで、楽しい会話をするっていうところに僕が、トレーナーとして活動してからずっと意識してたことではあります。なのでもしパーソナルトレーナーになりたいなっていう風な方がいたら、資格はもちろんとってもいいと思います。まあ、専門学校を出て解剖学勉強して、運動生理学勉強して、栄養学勉強してってもちろんいいと思いますけど、何が一番大事かっていうと、まあ、目の前のクライアントさんに向き合うっていうのがとても大切だなと思うんで、もうそれは本当に最近ひしひしと感じることなので、そのクライアントさん目の前の人にもう全力を尽くすっていうことをやってみるといいんじゃないかなって思います。それは極論解剖学を勉強しまくるよりも大切なことなんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん勉強も大切ですけど、まあ、それよりもこう大切なことはあると思います。この後のパーソナルトレーニングも4本あるんですが、こなさずにしっかりとやっていきたいと思います。こういうのはね、一人で気づくのは大変なんですよ。本当に大変なんですよ。もう誰かに言われて気づくものかなっていうふうに思ってるんですが、気づかせていただきましたね。最近は SNS を中心に発信してるので、 Instagram と Twitter もやってるんで、ぜひそちらもよかったらチェックしてみてください。ここでね、しっかりと宣伝を挟むところがピンキーマンでございます。ではさらば。